はい、どうもご視聴いただきありがとうございます。今映っているのは島土壌という種類の土壌で、めちゃくちゃメダカと相性のいい土壌なので、この水槽ではメダカと一緒に混泳させているんですけども、まあ、土壌っていうのはですね、メダカと同じく日本に生息する魚なので、まあ、すごい丈夫で飼育がしやすい魚でもあるんですよね。まあ、中にはですね、水質に敏感でちょっと飼育が難しい種類もいるんですけども、まあ、メダカと混泳させられる種類の島土壌とかですね、あとは窓状、ヒド状とか、まあ、この辺はですね、すごい丈夫で飼育がしやすいです。まあ、基本的にはですね、めちゃくちゃ飼育がしやすい魚ではあるんですけども、これだけは絶対に注意すべきポイントっていうのもあるんですよね。この土壌は主に低層の上を這うように泳ぐ低層で生活する魚なんですけども、まあ、低層で生活する魚ならではの注意点にフォーカスして話をしていこうと思います。では早速ですね、土壌を飼育する上で絶対に注意すべきポイントっていうのを話していこうと思うんですけども、それはですね、こんな感じで、低床の種類、そして低床の汚れといった感じで、まあ、低床の上で生活する魚だけあって、主に低床に関することですね。で、まず一つ目が低床の種類ということなんですけども、土壌は砂とか土などに潜る習性がある魚なので、サラッサラのきめ細かい砂を低床に使う人が多いようですね。まあ、こういったサラッサラのきめ細かい低床を使うことで、まあ、土壌の習性である砂に潜るっていう姿を水槽内で見られたりしますので、まあ、観賞的にも面白いし、あときめ細かい砂だと低床の中に餌とかが入り込む心配がないので、まあ、給餌しやすいというメリットもあるかと思います。まあ、ゴミとかが入りにくいので低床の中が汚れにくいっていうメリットもあるかと思います。まあ、なので土壌の飼育では細かな砂を低床に使うことがすごいおすすめではあるんですけども、まあ、例えばですね、今映っている水槽ではソイルを使用していて、これ最初メダカを飼育する際にソイルを敷き詰めてから、まあ、後からですね土壌を混泳させたので、まあ、このようにですね、いきなり低床を他のものに変えるっていうのが難しい場合もあるはずです。ちなみにソイルは砂に潜る姿はあまり見られませんけども、土壌の飼育では適した低床と言えます。じゃあなんでソイルが土壌の飼育に適しているのかというと、それはですね、絶対に使ってはいけない低床を知ることで理解できますので、それの説明をしていきます。土壌の飼育で絶対使ってはいけない低床っていうのは、これはですね、もう尖っている部分が目立つ砂利ですね。そういった低床を使ってしまうとどんなリスクがあるのかというと、土壌って餌を探すときに低床の中に口を突っ込むという動作を繰り返しながら、まあ、移動していくんですけども、まあ、尖っている砂利とかだと、その時にですね、傷がついてしまう危険性が高くなるんですよね。まあ、なので、きめ細かい砂利とか丸い形のソイルだと、そのリスクはかなり激減させることができますので、土壌を飼育する水槽では、まあ、低床に使っている砂利ですね、これに尖った部分がないというところを意識するといいですね。それから二つ目の低床の汚れということなんですけども、実はこれもですね、一つ目の低床の種類と関連する部分もあるので、それについても詳しく説明していこうと思います。で、先ほども言いましたけども、土壌は餌を探すときに、低床に口を突っ込むという習性があるんですが、まあ、低床が汚れすぎていると、口とかヒゲの部分が溶けたような感じになる病気になることがあるんですよね。これ熱帯魚でめちゃくちゃ人気のあるコリドラスでもよく見られる症状で有名なんですけども、一回この症状が出てしまうと、餌が食べられなくなって死んでしまったり、まあ無事に回復したとしてもですね、口の形状とか、あとチャームポイントのヒゲですね、これが元に戻らなかったりもするんですよ。まあこれと全く同じ症状が土壌でもあり得るということですね。で、それから尖った低床とかで傷ができてしまって、さらには低床の中がすごい汚れていると、傷口から細菌が入り込んでしまうことによって、めちゃくちゃ感染症のリスクが高まるので要注意です。まあ、これに関してはですね、低床が汚れすぎていると、別に傷とかなくても健康な土壌でも感染症にかかるリスクっていうのがあるので、まあ、低床に魚の糞とか汚れが溜まりすぎないように、まあ、定期的に掃除してきれいに保つようにするのが理想です。で、ちなみになんですけども、低床の中の掃除にはですね、このプロホースがあるとめちゃくちゃ便利なので、まだ使ったことがないって方はですね、ぜひチェックしてみてください。で、使い方もですね、こちらの動画の方で詳しく説明していますので、もしご興味がありましたらぜひご覧になっていただければと思います。はい、そんな感じで、ここまで話してきたことをざっくりまとめてみますと、土壌を飼育する上での注意ポイントというのは、まず一つ目が低床の種類ですね。
これに関しては、尖った形状の提唱は口を傷つけるリスクが高いので使用しない方がいいです。で、傷がついてしまうと感染症のリスクがめちゃくちゃ高くなるので、これは要注意ですね。で、それから提唱の汚れですね。提唱が汚れすぎていると、口とか髭が溶けたような病気にかかる原因になりますので、これも要注意なんですよね。なので、プロホースなどを使って定期的に掃除してきれいに保つ必要があります。そんな感じで、低層で生活する魚ならではの絶対に注意すべきポイントを説明してきました。すごく丈夫で飼育しやすい魚であっても、やっぱ注意しなくてはならないことはありますので、実際に土壌を飼育する際はですね、ぜひこの動画を一つのご参考にしてもらえればと思います。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。